甲市は兵庫県の西南の端、岡山県との県境にあり、海岸線には美しい瀬戸内海が広がります。江戸時代からの港町として栄えた甲市は、古い建物が残るレトロな町並みがあり、日本遺産に認定されています。では今回の飯よりさんのお店、イタリアナポリ料理のレストラン桜組へ。今日の飯よりさんの西川さんですか？あ、そうです。桜組の西川と言います。日本のナポリのスタートは全部ここがスタートです。え、この店そうなんですか？そうそう、まあ和紙スタートです。こちらが三度の飯よりエモいアコーが好きな西川昭夫さん。41年前にアコーでナポリ料理店をオープン。週末は予約必須の人気店です。西川さんはイタリアのナポリに幾度となく修行に行き、真のナポリピッツァ協会の認定店に選ばれました。西川さんは何でまたこのアコーでナポリ料理店を出そうと思ったんですか？まあ、人も景色もあの食材とか環境やっぱりもうそっくりなんですよ。もうアコーはね、まあ、日本のナポリ。そうなんですか？はい、アコーは日本のナポリ。そうそう、一回まあ景色見てください。これすごいですよね。景色が本当に綺麗。海が近い。最高でしょ。あとなんでしょう、なんかこの涼しい感じも、大阪とかすっごく蒸し暑いんですよ。全然気候が違いますね。そういう地中海性気候かな。風もちょっとありますしね。アコーとナポリの気候が似ている理由は地形の成り立ちが同じだから。アコー一帯はおよそ8000万年前の火山の噴火でできた国内最大級のカルデラ。ナポリも火山が多い地域で、こちらもカルデラでできた土地。町が山と海に囲まれており、温暖で雨が少ない気候なんです。雨ほとんど降らんですね。へー、あ、知らなかったです。僕も年に 3,4 回ぐらいしか傘さしたことないです。でまあ、ナポリで取れる魚と、まあ、アコーで取れる魚、まあ、ほとんど同じようなもの取れます。イメージしやすいのは、まあ、あっち見えるのは小豆島なんですけど、あの大きい島、あ、向こうに見える、うん、島の光でそうめんがあるんですけど、はい、こっち辰野のイボの糸。あ、ナポリがね、乾燥パスタの、まあ、発祥の町で、そうめん日本の乾燥パスタですから、ね。なるほど、はい、確かになんかマッチしますね。そうそうそう、うんうん。では本場のナポリ料理をいただきます。どうぞ。うわー、すごい、はい、おいしそう。熱々です。これタコですか？この下で採れたやつ。いやー、いいですね。ボンメリうまいですよ。なんでものすごい、この、あ、方言ですか？方言、アコー弁。アコー弁、まあ、わししかほとんど使ってません。いただきます。うん、うん、うん、タコプリプリだ。いや、もう今私ナポリにいますよ、うん、テレポートしてます。あれだす、行ったことないけど、ナポリ行ったことないけどナポリを感じてます。行かんでいいんじゃないですか？行かんでいいですかね。映えで終わらせたらもったいないなっていう。あ、そうですね。この場所でしか味わえないこの空気感が、はい、そうエモさっていう風につながってる気がします、はい、あー、ごんめりエモいわ。アコーで一番人気はこの坂になりますね。ここ、はい、あー、かわいい。最高でしょ。階段のタイルがかわいい。物ごっつい最高です。なんかこれもちょっとナポリを意識されて。ナポリとかね、陶器の町があって、うん、こういうタイル貼ったりして。ナポリ近郊にはカラフルな陶器の町があり、それをイメージして西川さんが監修。
タイルを張り、キラキラ坂は作られました。海が見えるのいいですね。そうそう、この建物の間にちょうど朝やったらその朝日が当たって、めっちゃキラキラする。満月の日もキラキラしてますよ、はい、なんでですか。月のラインか、めちゃめちゃ綺麗。それでキラキラ坂で僕は名前つけたんですけど。え、西川さんが名前つけたんですか。そうです、キラキラ坂。そう、そうなんだ。西川さんは赤穂の魅力を発信するため、自治体と一緒に観光にも力を入れているんです。このキラキラ坂の近くには西川さん監修のスイーツショップサリータがあり、生地を何層も重ねたナポリのパイアラゴスタの上に赤穂さんの牛乳を使ったオリジナルのソフトクリームも開発しています。うわ、ちょっと待って、あそこを見てくださいよ。何ですか、あのエモい。あそこまでエモい映るんですの。あの錆びた感じが最高ですよね。ここはあの縁結びの神様。あら、それでカップルが多いですよね。あー、なるほど。恋人の聖地。そりゃカップル集まりますわ、うん、めちゃめちゃ多いですよ。あの後ろ見てもらったら、あの鳥居もある。海バックの。西川さんはなんか昔この辺でそういうラブなこと起きたりしなかったんですか。高校生ぐらいの時。どんな感じだったんですか。いや、まあ、岩陰に隠れてチューしたりとか。がっつり楽しんでるじゃないですか。それこそエモエピソードですよ。あ、そう、まあ、偶然出てよかったです。あー、物ごちエモいわ。私たちエモくなってる。続いてレトロでエモうまいお店。次はここです。ここん、お好み焼き、カゴ、はい、お好み焼き、うどんって書いてますね。僕子供の頃から来てます。あ、ずっと通ってる。親子4代で。親子4代。あー、いい感じのお店ですね。なんか最高やろ、レトロな感じ。あれ、はい、誰もいない。人しかおらへんって。こんにちは、びっくりしました。こちらは地元民の憩いの場、創業60年を超えるカゴ飲食店です。名物はアコウのネギと筋肉を入れたネギコロ焼き。ソースやマヨネーズはつけず、醤油だけで食べるのがアコウ流。マヨなし。本当ですね、マヨネーズとかもついてない。これはもうマヨネーズは絶対誰が言うてもあかん。おお、うまい。サクサク。これはやみつきになりますね、うん、お酒も進みそう。これもう止まりませんよ、うん、ここにはわしの癒しがある。ああ、まあ、うまいもんとリラックスするか、うん、充電する場所やから、うん、そういう感じ。たまに大阪行ったらボケとツッコミせなあかんじ、それがもう疲れる。うーん、このネギコロみたいにひっくり返るほどエモいわ。続いて向かったのは創業およそ70年、赤穂を代表する旅館銀波荘。まずは最高級のお部屋へ。うわー、ちょっと海。目の前とか真下が海ですね。そうなんですよね。すごい。これも瀬戸内海一望できるんですか。一望できます。目の前がもう小豆島になっておりますね。あ、本当だ、はい、小豆島まで見える。お湯の世界に選ばれておりますので、夕日は絶景になりますね。本当にすごい。
超絶エモいです、ね、超絶エモい超絶ってかなりですよ。超絶ですね。続いて露天風呂へ。あーすごい露天風呂だ。コミュニティプールみたいに、そうですね、こう水平線がずっと続いてるような感じ。そうですね、この景色はアコーじゃないとそうですね、なかなか見られないかもしれないですね。さらに夜には旅館近くの海岸で海ほたるの鑑賞会が行われます。海ほたるは長さ3ミリの節足動物で、刺激することで青く発光し幻想的な景色が広がるんです。こちらは阿光近海の海の幸が盛りだくさんの岩ガキ海石。岩ガキがドドンとありますね、はい、ますね。これ結構サイズも大きいですね。そうですね、あの瀬戸内海で獲れた2年ものの特大の牡蠣になります。食べ応えは十分あると思います。あ、うん、うん、とろける。歯の隙間までクリーミーが広がる感じがします。うわ美味しい。阿光近海の海産物はなぜ美味しいのか、その理由を探るため佐古志漁港にある市場を訪ねました。こんにちは。こんにちは、いらっしゃい。おお、うわすごいいっぱいある。イケスですか。そうだね、はい、これ何ですか。これはこれはね、ハモ。ちょっとでかそうなの行ってみようか。このちょっと近づいとったらほんま暴れて危ないよ。危ないの、ちょっと離れて。おお、息がいいよ。噛みついてくるから、これ。噛むからハモるんやで、これ。ハムハムいて噛む。これが語源やからね。へえ。あの、ぬるぬるして。ああ、大きくした。阿光の海の幸が美味しい理由は、その地形が関係しているんです。百選に選ばれると千種川ね、そこから流れ込んでくるやっぱ山の栄養、はい、これでやっぱり植物性プランクトンがよう発生するんで、はい、それを餌にして小魚が集まってくる。で、あと特にここに生島いって、はい、もう原生林がそのまま人が入ってはいけない島があるんですよ。手つかずの島が、その島の地下水がまたこれ素晴らしい水が湧き出とって、ここは海水に淡水が混ざってきて素晴らしいプランクトンがあるから餌の宝庫になってるね、魚の。やっぱり阿光の海の幸ってエモいですか。エモい、はい、エモい。ほんまに分かってます。分かりません。どうしてもキモイの方に入ってくるから。いい意味ですからね、いい意味ね。そんな阿光の海の幸を使いレストランを営む西川さん、生まれ育った町阿光への思いを伺いました。僕ら小さい時はね、当たり前の景色やったんですけど、ここに来るしかないか、ここにコンと体験できんいうことをまあ生み出していく、そんな感じですね。万博の時とかに来られた外国の方とかも広がっていったら一番いいかないうことで、今はそれで進めてますけど。私もなんかここで生まれ育ったわけじゃないのに、なんかすごく懐かしい気分になりました。ああ、よかった。じゃあ引っ越しますか。引っ越し、通勤3時間ぐらいしますね。今日はほんま阿光のエモさに入れ込まされたで。